ダメンズに惹かれてしまったことはありますか？また、その男性とはどんな結末を迎えましたか？若い頃はね、結構ダメンズって言われるタイプが好きになりがちで、まあね、よくわからない人でミステリアスな部分に惹かれるっていう人結構多いと思うんですけど、私めっちゃそのタイプで、ちょっと静かな人とか、何考えてるんやろって思う人結構好きだったんですよ。プラスイケメンが好きだったので自己中で何考えてるかわからない人とか、まあ連絡もあんまり返ってこない、たまにしか返ってこない感じで、会えるってなっても都合よくね、相手に合わせて夜中でも飛んでいきますみたいなタイプだったので、都合よくね会ってたら、そういうセフレじゃないけどそういう感じになってしまうんですね。で、距離を置いて、まあ、連絡も取らない、来ないからもう忘れよってなった時に、忘れられたなーと思ったら、ちょっと忘れかけてるぐらいにまた連絡来るんですよね。で、また、あ、連絡来たってなって、そのループですね。キリがないです。若い時はそんな感じでしたね。まあそういう人って結局、なんかなんとなく音沙汰なくなっていう感じで終わるって感じですね。大好きな彼氏が大人向けの動画を見ているのは許せますか？また彼氏が風俗のサービスを受けているのは許せますか？発覚した時、それぞれどう思うか教えてください。普段から結構想像したりするで、なんかびっくりとかまずないんですけど、人によりますけど、全くそういうの興味なさそうな人が出たり、風俗に行ってたりとかしたら、まあ、びっくりはちょっとするけど、まあ、男だしなーって感じですね。人間なんでね、まあ、彼氏とはいえ、ずっとその人で満足できるかと。男って、やっぱり女の人より性的な本能が強い人が多いと思うので、本能的にね、人間の。だからまあ仕方のないことなのかなとは思いますね。その分ね、彼女と円満なら、それで全然いいと思います。そういうのが本当に嫌っていう女の人は結構多いと思うんですけど。まあ一番は、知らないままでいたいので言わなくていいんですけども、逆にラフに明るく言ってくれてもそれはそれでまあまあありなのかなとも思います。そんなにね、そこに対して否定的な考えはもうないかもしれないです。実際にね、そういうの発覚したことがないのでわからないですけど、実際に見てしまったら激怒しちゃう場合もあります。想像上だけど。